何週間か前に、うん、あの、私、車を試乗したっていう話したじゃないですか。ああ、してましたね。はいはい。えー、オールバックにしてってやつでしょそうで,そ,うでそうです、そうで、ん、す、そうです。で、あのー、車の、うん、うん、どれにするかっていう段階がいよいよ終わりまして、うん、この車にしようっていうのが決まったんですよ。 あ、ついにはいはいはい。<ー>でも、車を買うのがやっぱ初めてなもんで。あそうだね。うん。なんか、例えばさ、うん、こう、俺今、パジェロ乗ってるけど、三菱だったら、三菱のディ、うん、ーラーっていうの、うん、いろんなとこにあるじゃない杉並にあったり。うんうん。うんうん、なんか、例えばわかんないけど、中野にあったりとか。うん,うん、まあいろんなとこありますうん。で、うん、これ、各々別の場所で、 買ったりしたりしたら違うもんなのかなとか、うん、値段がうんああはい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 何も分かんないわけよ確かに分かんないねそういえばねそうそうそう<ー>でなんか俺一個不思議なものがあって、うん、そのこの車にしようと思って試乗した時に、うんうん、俺だったら俺がディーラーだったらもっと喋るけどなとか思ってたことがあったのよ助手、うん、席に乗ってるディーラーさんが、うんうんうん ずーっと黙ってて、社内気まずいから、ちょっと俺、俺がこう会話の、こう、回してるみたいな。これなんとかなんですね。これなんとかなんですね。みたいな感じ。で、これなんか、こんな感じなんだみたいな。なんかで、ずーっとやりとりするじゃないどっかが壊れたとか、点検だっつったら通りにしたり、パジェロもそうだったから、すごい良くしてくれたんだけど、パジェロは。だからなんか、仲良くなりたいなと思って、どうせ買うなら。まあそうだよ。多分担当の人みたいな感じになってずーっとやってくれるわけだからね。そうそう。で、意外となんかこう、 ちょっとこう卒業あの大学卒業してすぐに、2年とかぐらい、3年ぐらいのこの感じで全然喋んないで、ただ座ってるだけだから、なんかどうなんだろうそういうのってって思って、あの家の近くのところからちょっと20分ぐらい車で行ったところに、あの、行ってみて、今日ちょっとそういうお話をしに行ってみたのよ。はいはいはい。うん、したらやっぱディーラーによって全然違うなと思って。あ、別のところに行ったと。同じ、 メーカーなんだけど、違う場所のとこに、ね、買うのは車一緒なんだけど。で、うん、なんか、長井さんっていう人だったんだけど、うん、で僕全然買うの初めてで、わ、うん、か,かんないですけど、あのー、これディーラーさんによって、どこで買うとかってどうやって決めてんすかみたいな。うん、で、27歳ぐらいの男の人だったんだけど、うんうん そう,です、ね、うんこの正直そんなに変わらないと思うんですけれども、うん、長いお付き合いになると思うので、うん、長いという僕を好きになってもらえるとありがたいですって言われてなるほどちょっと癖あるねいいねと思った <laughs> あいいの <laughs>、うん、長いという人間を好きになってもらえたらありがたいですみたいな車じゃなくてまあ最初に自分を売りそう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 てきた。そうそうそう,そう<ー>たら嬉しいですみたいな。 うん、あ,あ、そう、そういうもんなんですね、みたいな。うん。まあ、というよりも、俺は、まあ、値段なわけじゃん、俺は。<laughs> いや、そうだね。で、値段は、どう、どうなんですか変わったりするんですかそうだよね。いや、それは、うん、そうですね、うん、そう言われましたら、うん、長い。限界まで頑張らせてもらいます。って言われて。<laughs> 癖がある、ね。<laughs> で、前は、この車、試乗、試乗するときは、前行ったところでは、お待ちくださいって言われて、二人で乗って、まあ、なんか、ちょっと俺が質問し、四個か五個して、五分ぐらい乗って、降りて、じゃあ考えますって帰ったぐらいなのよ。そこはね。だけど、全然もう会話の量が全然違うのよ、前のところ、長いわ。はいはいはい。うん。まず乗った瞬間、試乗車に乗った瞬間ね、若林さん、この車、つって。 座席によって温度が変えられるんですよ。ええ、すごい。うん。で、その情報俺にいるっていうこと言ってくるんだよ。で、あの、例えば運転席と、運転席を2二5度にしたい。だけど他は別にいいとか、できるんですよ。そんなこと知らなかったの前乗った時は説明されてないから。あ、そうなんすかつって。それってちなみに何のためなんすかつって。若林さん、つって。 もし若林さんが砂漠に行かれた場合、<laughs> 昼と夜の気温だいぶ違うらしいですね、みたいな。うん、で、その際砂漠ですから、うん、メンテナンスや給油できる場所まで時間がかかるエネルギーはなるべく使いたくない。うん、そうしたら全体的に温めるエネルギーを使えるより、ピンポイントで温めたい。そう思いませんかって言われて。うん、いや、長井ちゃん、俺砂漠行かないのよ、つって。うん、そうですよね、みたいな。<laughs> 分かってたんだ。 分かってたけれども言っちゃったんだね癖あるねと思ってるわけあるよねで降りて後ろ後ろちょっと見てみたいんですけどつって後ろがなんつって説明したらいいかなえっと後ろがさ観音開きの横バージョンみたいなこうああ上下に上下にこうバカッと開くわけでこれって てどういうことがいいんですかみたいな。ああ、そうだね。変わってるもん。普通はこう、観音見るだだもんね。そうそうそう。とか、まあ、上だけに開くとかね。上にだけに開くとかね。あと、まあ、横にこう、金庫みたいな。で、こう、なんかね、口からバコってなるみたいな。で、これどういうことやぐらすの私のお客様ですとみたいな。車をバックさせて、海の岸壁のギリギリのとこに寄せまして、 そこに座って、うん、そっから釣り糸を垂れるという方いらっしゃいます <laughs> いや、長井ちゃん。うん、俺やんねえわ、それ。<laughs> うんうん、そうですよね。でも、<laughs> でも、それ長井ちゃんの担当するお客さん一例だからね。<laughs> <laughs> 若林さんにお勧めするわけじゃなくて、情報としてでしょそうそう。そういう方もいらっしゃいますと。そうそう。なるほど。持ってるね、情報を。長井くんは。で、中井ちゃん、あの、つって、で、し、あの、市場始まって、ま、こう、行動出てさ、わーってってて、で、こう、ウォッシャー駅、あ、ウォッシャー駅なんかは2タイプあります、みたいな。なんかそう、ウォッシャー駅だったから、なかなかね、その、エンジン部分の、なんかその、ウォッシャー駅とかが凍結しないために、 熱線みたいな、ちょっと熱して、凍らないようにするやつが何万か高い。でも、うん、なんで高いんですかって聞いたの。それいりますつって言ったら、若林さん、おっしゃ駅が凍っちゃって、いざ使いたいときに出てこないっていうことがあるんですよ、うん、ロシアでは。って言われて、<laughs> ロシアなんかではって言われて、な <laughs> んかいっちゃう。俺、ロシア行かねえわ。ってって。<laughs> ですよねみたいな。で,ですよねって言った後若林さん。うん うーん僕、うるさかったら止めてくれないと永遠に話しますって言われてた。<laughs> もう、プロ中のプロだね。<laughs> うんで、まあ、5分ぐらいなんかいろいろ笑いながら一周して、うん、で、これ入れればいいの車庫にって言ったら、うんうん、若林さんどうですか、うん 二周目行きませんかって言われた誘われた。二次会誘われちゃったのよ。誘われた。まだ話すことあるのかない俺別に、あまあ、そう、だいたい聞一周で聞いとこうと思って、もう戻るなと思うから、それまでにバーって聞いて、で、長いちゃんもすげえ話してくるから、盛り上がっちゃってるし、で、じゃあ、じゃあ行こうかってで、二周目行ったのよ。だからあそこ左ですけど、全部覚えちゃってんだけど、俺。なるほどね。そうそう。 したら、なんか、これってなんか、なぜパジェロから、あの、買い替えですかみたいな。うんうん、パジェロもちろんいい車です。それ長い分かってます。なぜですかみたいな。聞かれて。うんうん、で、いや、んまあ、これっちゅう理由はないんだけど、長く乗ってるんで、と思ってたら、うん、パジェロよりこっちの車の方がおすすめですって言われて。うん、で、な、どこがいいんですかって言ったの。そ、うん、したら、あのー、つって、パジェロは、うん、 パリダカとかで優勝してます。いい車です。でもそれはフリーの、どういう車でも出ていって、そのパジェロを、基本のパジェロをすごいカスタムしてよくしてパリダカとかで優勝してるっていうフリーの部門なんですよ。ただこちらの車、あの、その一般部門であるカスタムしちゃいけないっていう分野では、8連覇してます。 パリダカ8連覇してます。いや、俺、パリダカ出ねえし、つって。だから、これ買おうって思わないよ、つって。でも、仮にだよ。若林さんがパリダに出たいなと思った時あったら、すぐ出れますよってことでしょ将来的には分かんないで。ゼロじゃないでそう。なんかで感化されてさ、出たいなと思ったです。で、ついて、また車庫コ入れて、で、なんか、あの、なんか、長井さんって、これ。 やっぱあの自分の最寄りの,そのディーラーじゃないところで買う人もやっぱいるんですよねっ,つってんうん、うん、それってどういうメリットで遠いところで買うんですかって言ったら長いという人間を好きになってさっき聞いたんだけどああそれよりもっと欲しかったから答えがそしたら、あのー、ちょっと飲みの席でもないのに生意気なんですがとか言われて、うん、いや飲み行くかいと思ったんだけど僕とか言って、うん。 あのー、たまに、電話かかってくるんですよ、うん、車買っていただいたから。お、うん、長い今月売り上げどうなんだなんて聞かれちゃうんですよね。つって。で、私27ですけど、4十五0のバリバリ仕事して一線で働いてる方と喋るチャンスなかなかなりません。弱敗者ですから。つって。うん、で、そういう方と喋れるのは私この仕事してて一つの誇りですって言われて。あ、長くなるなとか俺思って、ね、全然答えが書いてない。<laughs> 質問の答えが全然。でも止めないと永遠に話すって言われてるから、止めない俺が悪いわけだし。うん、で、 悔しいのが聞き応えあんだよね、長井ちゃん。うまい。うまいのよ。やっぱね、そういうことを毎日やっぱり、売ってる車売るためにやってるから、うまいんだ。で、電話してて、あの、電話かかってくるんですよ。で、長井今月売り上げどうだろって聞かれちゃって、みたいな。今月全然売れてないんですよ。ああ、まだ買い替えの2、3年乗ろうと思ったけど、お前が売れてねえなら買ってやるよおお。こんなこともありました。一例です、みたいな。長井という人間好きになっていただければと、生意気ですが思いますって言われて。 だからさ、結局、だんだんメリットは何なんだよ。で、長いなのよ。いやいやいや、もっとさ、サービスがどうとかさ、あるじゃない。オプションでカーナビがつくとかさ、店によってね、そういう具体的なあれは返ってこなかったんだ。長いっていうの、長い推し長い推しなんだけど、じゃあ長いちゃん、勉強してくれんのねって俺も言いましたよ。なるほど。打ち解けてきたそからか。はい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 。したら、 いや、若林さんと長い付き合いしていきたいです、この車を通して。なるほど。長い限界まで、勉強させていただきます。うん、そして若林さんが乗る予定の5年後、うん、売る時に、また、そこまで仲良くしたいと思ってます。うん、ただ、うんうん、この長いの値引きの仕方では、五5年後、うんうん、長い首になってるかもしれません。<laughs> なるほど。あんまりこの詰めてくるなよっていうのは一応長いも。だ、うまいね。<laughs> <laughs> じゃあやってちょうだいよ、限界までってい言う、言いそうになったところで止めてくるわけだ。ちょっとこう、検査、距離取んなよ。なるほどね。<laughs> うまいね、長い,い。そうなのよ。うん。で、そうだね、もう言えなくなっちゃったで、後ろ来てくださいっつってんで、うん、7人乗りで、こう、うん 助手席、運転席、後部座席3人、そして3列目の2つのシートが出せる。格納されてんだけど、出せるっていう車なのよ。ね。だけど俺、長いちゃん7人とかで乗らないし、っつったら。これ外せるつって言ったら。それが、基準で外せなくなっちゃったんですよ。なんでよ。これ外したら荷物いっぱい乗せれるじゃん、つったら。いや、若林さん。 もうここまで来たら、うん、ここまで来たらもう言うしかありません。うんうん、若林さんのお仕事私気づいてますって。そのタイミングで言われたんだ。<笑><笑>いや、いやもそうだろうよって思った。っ早くていいよ。行 <laughs> <laughs> っちゃいますとか言われて。<laughs> いや、早くていいよ、もっとさ。で、若林さん、うん、相方と別れなさいって言ったらすんなり別れられますか いや、それは分かれられないでしょう、うん、この座席も一緒ですって。うん、命を守る座席が、ボルトをねじったぐらいで外せちゃったら座席回という基準になってますって。永井ちゃん、ちょっと例え下手なのよ。全然分かりづらい。<laughs> 全然分からないね。ね、うん でも大ファンだって言ってくれて。<ー>で、帰りにこう見積もり出して。うん、でじゃあ、帰り、うん、帰りますって言うときに、うん、ちょっとお待ちくださいってばーって、うん、あの、なんか裏は入って、うん、で、ばーってなんか手になんかちょっと長めの棒、棒状のものを持って出てきて、すいません、これお持ちくださいって、うん、せっかく来てくれて、証にっつって、うん、なんかサランラップはってさ、俺。 はあ、なんでただのものはもらっときましょう、若林さんって言われて。<laughs> <laughs> サランラップ使うとき長いのこと思い出していただければって。<laughs> <laughs> なるほどね。うん、すごいね、隙がないね。でも大ファンだって言ってたから長いじゃん。うんうん、このラジオ聞いてるかもしれないから。<laughs> このラジオを通してやっぱ俺が言いたいのはね。うん 50万勉強してくれたらね、うん、5年長いちゃんと付き合うと思ってます。<laughs> <laughs> ラジオ通して言わなくていいし、直接なんか電話があるから見なさい <laughs> <laughs>